箱根屋東京にやってきました。神楽坂駅を出て目の前の場所になります。神楽坂駅の早稲田寄りの出口を出て信号を渡った向かい側にあります。ラ・カグの場所に箱根屋東京が入っています。階段を上がったところが正面の入り口です。入り口を入って左手側にカフェがあります。外のテラス席でもお食事をいただくことができます。右手側にはアコメ屋さんのセレクトされた様々な食品が並んでいます。テレビ通販番組で私が紹介しているサクサク醤油アーモンドも販売されています。左がカフェの入り口です。先にカウンターで注文を済ませてテーブルで待つシステムです。お茶を楽しんだ後は店内を見てみます。カフェの奥のエリアにはお米の量り売りがあります。そしてその上の階にも行ってみます。天井が高くてすごく広い店内です。こちらの階には食品以外のセレクトされた商品が並んでいます。衣類や雑貨、食器からアクセサリーに至るまでこだわりの品が並んでいました。化粧品もありました。こだわりがあって他とはちょっと違う素敵なプレゼントを探しているという方にはぴったりのお店かもしれません。上の階から外に続く階段もあります。お天気のいい週末などはこちらの階段でくつろいでいるご家族やカップルなども数多く見られます。駅の目の前というのも便利ですね。